ますます激しさを増してまいりました。第4回戦です。
鋭い攻撃、これは効いている。両者とも大健闘です。さあ今度は、よし、ヒット。セミタック、よし、当たった。これで勝者決定です。ここで試合終了。勝利の雄たけびとなるか。第5回戦です。バトルの時点に移って、この攻撃当たった。まずまずのダメージ。おっと、素早さがアップしました。おっと、木の実で体力回復です。さあ、熱いバトルが展開されております。おっと、威張っているぞ。ちょっと混乱した代わりに強くなりました。ここで冷凍ビーム、ヒット、いい感じです。やっと近づいたか。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでマンタインの登場だ。さあ熱戦が続いております。満員のポケモンスタジアムよりお送りしておりますこの一戦、日頃鍛えたポケモンバトルの腕前が試されるとあって、どのトレーナーも気合十分であります。この攻撃、いい当たり。これはどうだ。小さなダメージ、白熱したバトルが続いております。さあここで、よし、おっと怪しい光だ。あーっと混乱した。おっと持っていた道具で体力を回復です。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここでポケモンをチェンジです。ここでスターミーの登場だ。さあこれは、おっとあまり効いていない。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここで終盤ボルトだ。効果は抜群だ。カットダウン。
さあポケモンは残り1匹、ここでユンゲラーの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。強い攻撃、ヒット、いい感じです。おっと、持っていた道具で状態異常を回復です。これで打撃攻撃に強くなりました。さあ激しいバトルです。ここで波乗りだ、急所にヒット、これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。ここで地震攻撃、なんと最初から重い一発、ここでノックアウト。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでムーマの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、ここで一発、急所に入った、あーっと崩れ落ちた。さあこの強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでズバッとの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。セミタック大きなダメージ、これで勝者決定です。ここで試合終了。